ミャンマーの、メピドーの DAR の補助です。今日は4月2日ですけども、ミャンマーでこういうことが起こるんじゃないかと、こういうことが起こったら、ミノルの機械も売れるんじゃないかというような現象がまさに今ここで見受けられます。日本では、寒くて枯れると田植え直後にですねいうふうなことなんですけど、ミャンマーでは暑くて枯れるというようなことが起こるんじゃないかと思ってましたけども、まさに今この苗たちはそういう状況ではないかと思います。今大森さんが、引っこ抜いてきた状況ですけども、こういう、状況の、になってます。これがうまく、育つ可能性はもちろんありますけども、この状態で、枯れてしまうというようなことも、十分起こりうるんではないかというふうに、考えます。もしそういうふうな現象が起こるんであれば、同じように田植えしても、ミノルの機械で植えるとそういうことが起こらないと、いうような形になると、またさらに、ミノルの機械の優位性というのが出てくるのではないかと思われます。以上です。